叩きつかせんと、はい、ドドドドと、チチチチは絶対パペットなんですよ。やっぱそうか、はい、それとしてニュ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 みたいな、かぶったりしたら教えてくださいね。はい、特にあれですね、大丈夫そうですか今のところは。変なあの音もしてないですか前から。あれなんすかね、あんまりしてないけど若干怪しい、してる気します、シャカシャカの手前ぐらい。ああ変な音いろいろしてるんですよ、なんかね、なんか無茶させてるからな。なんなんだろうな後ろのランプがめっちゃおもろいですけどどうかな、あ音調子良さそうですね今エンジンはね、はい、問題ないですよね。こんなところで止まったら最悪だから何とかしてくれ GL、はい、頼むぞこんなところで止まってられないからな GL 今だ。さっきねデジタルアートを見てきて、はい、まあ、いろいろ各々感じるものはまあありながら、はい、もう午後2時ぐらいですかね。そうっすね、ちょっと俺のバイク変なことがしまくっててですね、カベットもするけど変なミョ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 とか音もするし、なんかシャ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 とかになんかねオーケストラが始まりまして謎のミョ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 みたいなニョ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 っていう音が気になります。ニョ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 ってなんだろう、そう分かんないんですよね俺だけだろ理解できないと思う他に言いようがないんだよな。ニョ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 って、今日はあの元々はねお台場でこのイベントキャンがね見たいって言って、はい、じゃあついでに俺も元々行きたいからたい焼き行こうぜっていう話があって、はい、たい焼き俺すぐもう5年以上ぐらい前だと思うんですけど、はい、その御三家のたい焼き食べ比べツーリングしようと思って、はい、動画とか全然やってない頃に一応回ったことがあって、はい、でも若葉が臨時休業で、はい、行けなかった、行けなくてずっと行きたかったの。なかなかね、もうあと2キロ、2.5 キロとか10分とかになる。他の店舗も地図上だとめんどくさいけど、はい、バイクだと結構小回りが行くから楽なんですよ。はい、ちょこちょこ行けちゃう。だから意外と車とか電車だとわざわざたい焼き食べ比べるのめんどくさいけど、ね、意外とこういうツーリングはいいかもしれない。なんか都内とかで買い物とかちょこっとこういうの行くんだとバイクが絶対いいっすね。そうそうそう、なんか止める場所とか自転車とかね、渋滞とかね、冬ならではのツーリングとしてね、これもありかなと。都内たい焼きツーリング確かにいいっすね、はい、近場で。お前なんかその話をしてた時に誰か他の動画の人がなんか、はい、あ自分もそれやってみますとか言ってやってる人もいたりしたんで、結構いいかもしれないね、プチツーリングですね。大阪とかだとね、大阪に住んでる都心部の元ブロガーとかだとたこ焼きツーリングとかやったりいいですね、食べ比べ、はい、そんな違うんですかたこ焼き味。結構違うんじゃないですか、やっぱだって食べたことあるやついっぱい。あ、結構ありますよ。ソースが違うの。ソースも違うし、あの生地でも焼き、あ、まあでも大阪系のたこ焼きって結構中トロトロのやつが多いんですけど、でも店によったらその本当に揚げたこ焼きみたいな感じで表面カリッとしてるやつ。銀だこの、はい、銀だこと大阪どっちがうまいですか。まあ、絶対大阪がうまいです。マジですか。銀だこうまい、まあ普通っすね。銀だこそんなうまいと思って食ったことがないです。マジで俺銀だこ初めて食った時衝撃受けたけど。マジですか。関東の人間からするとね、はい、銀だこはまいので食った。まあまあ美味しいっすよ。何これってました俺。基本的になんかまずいたこ焼きってあんまないじゃないですか。まあそうですね、あのまああれも言って焼き加減次第、そうそう、はい、ソースだし味変わんないもんな。はい、でも銀だこそんなめっちゃうめえみたいなのはない。マジで。多分レイさんの動画見てる大阪の人とか多分同じこと言うと思う。いや俺感動しましたよ。あれ俺カメラついてるよね。カメラついてる。わかんないです。いや物が。え、あ物ついてはついてる。物聞かれると思わなかった。いや落としたかなと思った。あの大阪だとみんなあんま外で食べるっていうよりお好み焼きとかたこ焼きとかも家でやるのが多い。たこか。はい。みんな持ってるって噂の。大体ありますね、どこの家庭も多分。やっぱ米食ったの一緒に。私ですか。私言って出身は四国なんで、まあ、四国の人間も食うんすけど、私あんま食わないですね米は。おしピン。あのたこ焼きとビールとか。おしピン。おしピン。おしピンってなんすか。あれお前四国の人間じゃないの。え、なんすかおしピンって。おしピン知らないの。知らないっすよ。あららら。あ、わあお
正直画鋲のことですか。そうです。ああ、画鋲のことをスピンって言うんでしょ。言いますよ。え、それこっちの人言わないですか。言わないです、言わないです。マジですか。西とあと四国も、はい、高知とか徳島とかはオスピンって言うらしい。それは初めて知りました。多分名古屋とかも静岡とかの人は多分画鋲です。ああ、何オスピンって言うと思いますか。いや、画鋲とも言うんですけどオスピンとも言いますよ。あ、やっぱ混ざってんだな、はい、徳島あたりだと。びっくりしちゃってたから、違う文化がね。あ、こっちの人間がたこ焼き売ってるとこもあんまないじゃないですか。はい、あ、そう、だってたこ焼き屋が少ないですね。だって銀だこ以外でたこ焼き屋ないですよ。はい、ないですね。だから屋台とかのお祭りで行くんですよ。はい、でそうするとあんま美味しくないじゃないですか。はいはいはい、めちゃめちゃの。だからそれ食ってた身なんで。ああ、だからああいう初めて銀だこ食った時はもう感動しましたよ。何これ、なるほど、こんなカリカリのたこ焼きなんてものがあるんだみたいな。新しいと思いますよ。ああ、全然昔ながらマジかよ。でもなんかそのカリッと系のたこ焼きはどっちかっていうと四国の方が多いイメージですね。大阪はほんとトロトロ系が多いイメージですね。あ、そうなんだ。自分はトロトロの方が好きなんですけど。いや、俺はもう斬新だなと思いましたもん。銀だこ食った時、何これ、こんなやり方があったのかよ。アイドリング全然安定してんな。ああ、シャカシャカもし、シャカシャカもしねえな。しないですか、大丈夫ですか。シャカシャカの前触れみたいな音はしますね。シュ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 。ああ。さっきみたいな。入してます。してますね。してねえよ。わかんねえっすわ、それ。やっぱ都会の人ですね。こんなところで手にする気しねえよ。だってこんなところで変な球打ったらドローン飛んできますよ。実力がいるわ。ホームランしちゃうよ。えらいことで、こんなところでテニスボール飛んできたら。突っ転んじゃうよ、バイク。怖すぎるわ。まさかだって道路走っててテニスボール飛んでくるかもしれないんで、飛んでないでしょ誰も。俺もね、でもテニスコートがあるって分かってる、もともと知ってる道だったらね、ああかもしれない運転するけど。ああ、ああ初めて撮ったら絶対分かんないですよ。なんとなくね、ナビに従ってたこタイヤ食い行こうとか言って。ああ、テニスボール、テニスボールは絶対だって普通に、しかもなんかこの田舎の公園の前とかだったら分かるんですけど、こんな都会でこんなとこ走ってて、ああテニスボール終わってないです、ま、それ言うんだったらなんか田舎道走ってたら道路の真ん中でおじいちゃんこたつで寝てるぐらいの確率ですよ多分確かにそうだな、はい、おっしゃる通りですわ、はい、ああ分かんですわ、さすがに。あ、ここのローソン前待ち合わせしたとこだ。あれ、あ、ほんとだ、あ、ここか。待ち合わせっていうか、キャンディーがこれ普通にいて、あっつって、はい、やってきましたよ、何がや。ちょっとバイク止めてね、はい、行きましょう。懐かしい。あ、でもなんか空いてるっぽいですね、今日なんかね。あ、平日だからか。いるのかな、このまま。曲がった方にいますよ。あ、どっちか。てか、あの多分マイク外なのかめっちゃちっちゃいです。恒例の。はい。よくお気づきで。もうだいぶ分かるようになってきますよ。次のとこ調べますか。若葉ですかね。逆に近すぎますね。近いですか？うん、5キロですよ。前にその一人でね、はい、ブログでやった時もう近すぎたんですよ、はい、そんなあんこ得意じゃないから、はい、そんな連続でやっぱ大学で結構しんどいなってイメージ、あとなかなかやらなかったんですけど。若葉って私行ったことありますっけ。ないですよ。ないですよね、はい、うまかったですね。もうすぐ着いちゃうからな、やだな、そんな連続であんこ食いたくねえよ。あんこ好きじゃないですか。嫌いだよ。たい焼きを食う行為は好きなんですけど、はい、形とかが。まあ確かに可愛いですよね。そう、なんかいいじゃないですか。はい、わかります。今川焼きだとなんかつまんない、中身一緒だけど。はい、確かにそうですね。うん、で
しかも俺たちが行ってる今食べ比べしようとしてるのが東京たい焼き御三家と呼ばれてて、はい、あの普通の焼き方じゃなくて、まあ、一丁焼きって呼ばれる、はい、普通のたい焼きだとたこ焼きみたいに型に流し込んで一斉にバーって焼く、はい、じゃなくて一個一個のたい焼き一匹分の型に流し込んで焼くのが、まあ、一丁焼き、はい、やつで、それが御三家は全部一丁焼きだと、まあ、その分火力が強いから香ばしくてカリカリしてるような感じ、はい、なんで今皮を味わったとこなんですよね。一丁焼きらしいあの香ばしさと、なんかたまにああいうのでなんか四角いのありますよね。四角いたい焼きっていうか、あ、神田とかにある、あの羽がついてるやつ、うん、あれもいいですよね。あれ、あれ食べたことないですね。あっちのやつ神田にありますよ。神田にあるんですか。はい、だるまっていう、うん、俺ね、神田とか秋葉原とかに行くときはいつも食ってます。ああ、まあまあ美味しいですか。普通に、あと、はい、あのでもチェーンっぽい外観なんで、はいはいはい、あのクリームとかあるんですよ。でも一丁焼きのたい焼きさんってほんと老舗のたい焼き屋さんだから、はい、あんまりそうクリームとかない、はい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 、このあんこしかない。あ、だからあんこが苦手な身からするとちょっとしんどい。食べ比べツーリング本当は向いてない。あ、だから一人でやるよりは誰かとやった方がいいかもなとは思ってたんですけど、はい、あんこ苦手だからこのペースで食いたくねえんだよ。味はうまいとは思うんですけどね、このペースで食いたくはねえんだ、まあ、胸焼きしますよね。ちょっと打ってなる、打ってなる感じがしますね。腹たまりますね。そうなんだ。あと2個も食うのかよと思って。バイクだと本当一瞬ですね。5キロしか離れてねえって。あ、確かにこれ車だったら長時間かかりますからね。まったりだね。若葉は、ま、店の前まで行って臨時休憩だったらなんとなく覚えてるんですけど、普通に1本入ったとこなんで初ですよね。はい、食べたことはない。バイクでプルッと行く分にはそんなに問題なさそうな地形だったはず。だって毎回実は人が狙ってるんですけど、もう白状しますけど、はい、待ち合わせあるじゃないですか、はい、で、沖山は大体やっぱ真面目だから時間結構早く来るんですよ、すごい。まあそうですね。で、俺も一応早く行ってて、今日も若干早く行ってるつもりなんですけど、はい、もう着いてたじゃないですか、はい、くっそーと思って、はい、本当は先にオキャンがいる状態を作っといて、はい、で、声かけようかなと思ったんですよ。ああ、私が来た瞬間にスタンドか隠れといて、あ、アイキャリアさーん。絶対やばいそれ。最悪ですよそれ。通りの向こうぐらいに隠れといて。あ、まだ人いなかったらマシですけどね、周りに。もう人いたら最悪です。もうニヤニヤしながら、アイキャリアさーん。通りの前から手振ろうから。やばいっす、それは。いつかやってやろうとずっと思ってて。アイドリングやっぱ安定してますね。もう戻りましたね。全然大丈夫そうですね。あとあのジャカジャカジャカジャ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 ってあれが治りました。入院は、入院は、入院はしてますね。今、いや実際してるんだけど、はい、今前振りだったんですよ。はい、三段落ちのための今前振りしてたんですよ。ニヤニヤしてたじゃん声が、はいはい、ちょっとバレましたか。いや実際してるんですよ、はい、ミミミミミミしてますかね、わかんないっすね。ずっとわかるんだけど、ありますね、右ですね。まっすぐ行って右にあります、ね。まっすぐ行って。どうしようかな、まあ、すごいっすね。甘酒挟みますか。え、甘酒川崎、甘酒、甘酒挟みます。はい、あ、そうしますか。先の方が良くないですか。はい、確かに神田明神で大丈夫ですか。多分 OK です。あるらしいです。マイクが私のこれどうですか。大丈夫ですよ。でどのタイミングで言おうかなと。神田明神田明神行ったことないな。そういや俺もないです。実はですね、はい、あのこの間福島行った時に、はい、その大内宿ってところで、はい、甘酒飲んだんですか、はい、で俺甘酒好きなんですけど、はい、それこそたい焼きとして味はそんなに好きじゃないとか。あ、はいはい、なんか季節の風物として飲むのが好き、はい、だけどあのコンビニの甘酒とか、はい、
コンビニで甘酒売ってんすか。あの缶ジュースみたいな昔あったんですよ。今あんのかな。あー、自販機でたまに売ってるやつだ。そうそう、あのピンクの。はい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 。でちょっと甘酸っぱいからあんま美味しくないんだけど、はい、なんか甘酒を飲んでる時間が好きで、味は正直あんま好きじゃないんですよ。福島行った時に甘酒あるから、その古い町並みっていうのもあって、はい、やっぱ甘酒って久々に飲もうかなと思って、でなんか米麹でできてますって書いてあったんですよ。はい、あーで、なんかこの間言ってましたね、なんか2種類ぐらいあるんでしたっけ。そうそう、本当は甘酒あんま気にしたことなかったけど、酒粕から作るやつと、はい、米麹から作るやつあるらしいんですよ。なんとなく今飲んだけど、はい、米麹俺飲んだことあるのかどうかのかなと思いながら飲んでみたら、最初薄っと思った味が、何これ薄っと思って、はい、まずっと思ったんですよ。いつもすんげえ甘くて酸っぱいのに、はい、まずっと思ったんだけど、2口3口と飲んでくれて、なんかその優しい甘みに慣れてきて、むしろこれいつも飲んでるやつすげえうめえんじゃねえのってなったんですよ。米麹の方が慣れたら、多分酒粕だと砂糖かなんか多分甘み加えてるっぽいんですよ。はい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 、だと酒粕から作ってるから、多分その酒粕の酸味、あ、発酵した感じの、はい、そのイメージだったんで、最初薄すぎてびっくりしたんですけど、よくよくしばらく飲んでみたら、あれ俺米麹の方が好きじゃねえって思って、いつもその味は好きじゃないから甘酒は、はい、で米麹飲んだらびっくりしちゃったんで、ちょっとあそこ以外の米麹の甘酒もやっぱうまいのかなと。あ、今から行くとこは米麹らしいです。お、調べたらその神田明神という神社の中に、はい、その昔ながらの甘酒をやってるとこがなんか2つあると、はい、東京を代表するような甘酒屋さんらしいですよ、ネットよく、はい、行こうと思って。おいっすね。しかも神田明神行ったことなかったからちょうどいいっす。なんか観光ですよ、はい、完全観光ですね。冬場のならではのツーリングですよ。あ、確かに、その都内の、そう、あんま出かけなくても楽しめる。あ、いいっすねこれ、隠れた穴場、たい焼き、冬ならではのたい焼きを、たい焼きいいな、確かに楽しんで、ちょっと口直し、ちょっと俺がね、あんこがちょっとギブなんで、もう、女の人とかでも楽しめるんじゃないですか、多分。ちょっと3連続無理っす、3連続無理あんこちょっと無理っす、このペース近すぎて。あ、全然いけますね。10分後にたい焼きなんかちょっと無理っすね、上って思ってますよ。これはね、ショートケーキだったら3個連続で食えるんですけど、ケーキの方がきついっすね、私多分。ケーキ余裕ですね、シュークリームとかあったらいいんですけど、ね、あ、腹にもたまるし、ね、確かに腹にはたまりますね。まあ、ていうかね、今の若葉はね、俺も初めて今回やっといけたんですけど、全然違ったね。全然違いましたね。さっきも話してたけど、まあ、皮の厚みも違うし、分厚めでふにゃふにゃっとしてて、あと塩っ気ね、あんこ、なんかその多分あんこ自体はそんな甘くないけど、あの塩っ気あるから甘く感じますね。あのスイカに塩やるみたいな、塩キャラメル論理で塩が強いのかも、その分黒くなくしてんのかもわかんないけど、 あんこは結構あの麻布に比べたら多い、はい、個性の強い、ね、の塩気がね、あ、パンチが強かったです、こっちの方が結構食うだな、ね、またこの順番によって変わるかもしれないな。あの初めに行った方、麻布の方はちょっとお上品な感じしません？まあそうですね、スタンダードっていうか、まあ、店内で食ったのも雰囲気もあるのかな、どうかな、輸入の嫌が食ってますからね。そうなんですよ、そういうのも差し引かないと、はい、我々の。ああ、でも我が家も美味しいですね。美味しかったです、普通に。でもあの塩がちょっと俺にはちょっと強いかな。ああ、もうちょっと塩を抑えめでもいいかなっていうぐらい。もともとその塩と甘みでやるコンビがあんま好きじゃないんで、はいはい、あのスイカで塩やるってやつって意味わかんないなと思ってます。塩キャラメルとかもあんま好きじゃない。塩キャラメル嫌いですか？俺結構好きですね。普通のキャラメルの方が好きです。ああ、なるほど。でも俺がね、あんこ苦手っていうのがあるから、俺これやる資格ないんだよ、ね、あんこ苦手なんだよ、ガチで。たい焼き食う行為は好きだけど、はい、道大体わかりますよ、もう。秋葉ってこと？神田明神は神田だと思います。そうだよ、なんかもうほとんど一緒だよね、はい、なんか何だったらたい焼きありますよ、だるま。え、だるま、あ、言ってたやつ4大たい焼きリフレッシュたい焼きできますよ、うん、確かに。あ、しかもあれじゃないですか、あんこ以外あるんだよ。最高だよ、クリームカスタード、ギルビーカスタード、うん、あんこ滅びても構わねえ、今日マジっすか、スキー場からあんこが消えても構わねえな、俺は。てけど、それ今食っちゃったら多分今日一番何がうまかったって言うとそれになりますよダメっすよ、間違いないですから、はい、あ、でもその神田のだるまっていうのがあるんで、はい、今度もし例えばバイクとかで、はい、秋葉とか行く機会あったら、はい、サクッて寄れるんで、交差点にあるんですよ。寄りやすい感じですか？全然寄りやすいです。広めの交差点の歩道の内側にあるんで、あ、普通にサクッとこう、バッチリ、あれ食ってみたいですよね、一回。いいんですよ、あれが。千代田区ですもんね、あの辺ね。うまそうっす、あれ、見た目がまず、あの、だから外が多分パリッとしてる感じですよね、あの、見た目が羽のところが。何よりやっぱクリームが。
クリームマジっすか？俺あんこがいいっすわ。マジで？はい。たい焼きやってもほぼあんこっすか？あんこっすね。マジかよ。クリームあっても多分食わないっす、ね。マジかよ。あんこ食っちゃいますね。舌があれなんじゃないの？貧しいんじゃない？舌が。マジじゃなくて、なんかクリームだったら別のもんで取れるじゃないですか。まあそうっすね。わざわざたい焼きでクリーム食おうってならないっすよね。いやいや、やっぱ色綺麗ですから。ああ。黒より白の方が綺麗ですね。もうせっかくたい焼き食うんだったらもうあんこ食ってこうかな、みたいな。3個連続でも？3個連続でも、3キロですね。パンが